あ、お、そしてアズオンさん、どうも。あ、どうもどうも、いただきます。お疲れ様です。皆さんよろしくお願いします。お願いします。いやー、お忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。一応残機付けとしてね、あのサロメさんのあのバックアップをね、すげー熱っ、やっていきたいなと思います。熱っ、世界で一番熱い残機使いが来た。一応そのポイントとなる部分なんですけど、はい、さっきね、王からこのチョップ、はい、これを使うといいよみたいな話が出たと思うんですけど、はい、この技は結構すごい主力、主力中の主力。お、結構そのザンギエフってその投げ技がやっぱり魅力で、うんうん、投げに行きたくなるんだけど、うん、そうですね、どうしてもスクリューしたくなっちゃいます。そうなんだけど、しっかり打撃でこう布石をちゃんと作って、打撃痛い、ガードしなきゃってなったところを投げるみたいな。なるほど、向こうがこう、あーやばいやばいってなって、こうなってるところを投げてこういっちゃうってことですね。そう、はい、そうなんで、うん、なんで今日はちょっとね、その投げに行くまでの布石みたいなお話をしたいなと思ってるんですけど。あ、ありがとうございます。それすごく聞きたかったです。ありがとうございます。で、この立ち中パンチのチョップってのを、はい、なんか届くようなところで打つ、はい、ちょっと歩いてそうチョップを打ってみて、このそう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 、自分で掴むってことですね。ここそうなんですよ、間合いなんですよね。これは当たる、これは当たらない、これは当たる。大事なのはその格闘ゲームってすごい間合いが大事で、相手がこの位置だったら大パンチを狙おうかなとか、で相手がこの位置だったら、この位置だったら中パンチ狙おうかなとか、結構そういうのこう間合いを理解してくるそう。ジャンプ攻撃するんで、はい、立ちガード後ろ入れっぱですね。はい、これですね。後ろに下がると、下がると同時に立ちガードしてくれるんですよ。はい、でもこれ下段は下段攻撃食らっちゃうんですよね。はい、で下段攻撃はしゃがみガード、はい、これだと右下入れると、はい、こうしゃがみガードでできる、はい、でもジャンプ攻撃は食らっちゃうんですよ。あ、こうしてると、はい、だから相手が飛び込んできたら立ちガードして、おー、それをこう判断していくわけですね。そうで、基本的にはしゃがみガードするみたいな。おー、基本はしゃがみで、あと、はい、ちょっとじゃあもう一個ジャンプ攻撃の話をしたいんですよ。お願いします。これ一番伝えたいことになるんですけど。 お待ちしておりましたわ。はい、やっぱザンギエフって相手に近づきたいんですよ。近づきたい。そうなんで、はい、相手に近づくためにこう、例えばこう歩いていくのも大事なんだけど、やっぱ波動拳とかどうしても、そうですね、結構相手に近づくのが難しくなっちゃうんで、はい、マイジャンプで近づくのが一番早いです。うん、でもマイジャンプすると絶対打ち落とされるんですよ。でそれは結構そのはい、なんでしょう、相手によるというか、はい、相手がうまいと落とされちゃうんだけど、はい、あなたがうまかったで OK です。 OK です、わかりました。 OK です、はい、具体的にはこのジャンプ中キック、ジャンプ中キック、そう、すいません、これが、はい、これですね。これめちゃくちゃ強いんですよ。はい、すごい、ジャンプ攻撃ってやっぱ格闘ゲーム基本的に結構なんでしょう、その、はい、まあ、有効なんですよ、早い話が。うん、相手に近づく、ね、そう、相手に近づくのが一番手っ取り早い行動なんで、はい、ジャンプ攻撃をどんどん仕掛けてほしいんですよ。わかりました。で、このジャンプ中キックっていうのを、すごいなんか下に向いてるじゃないですか。そうですね。そう、大キックって横に向いてるから横に長いんだけど、そう、ここね、そう、下に向いてるんで、はい、これがね、まあすごい使いやすい技なんで、はい、これをどんどん仕掛けてほしいんですよ。これですね。わかりました。はい、うん、つまりここからこうしてこういうこと？おそう！そうなの。はい。でこれちょっとゆくゆくはなんですけど、はい、やっぱりザンギフといえばスクリュー。はい、そうですわね。そうなんでジャンプ攻撃を嫌うとすごい立ちガードが多くなるんですよ。あ、なるほど。ジャンプ攻撃に合わせて、私がこれをしまくってると、そう、あ、食らうなと思っても立ちガードばっかになるってことですかね。そうなんで、はい、こうジャンプ攻撃を出さないでスクリューをするっていう手があるんですよ。ほう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 。だから前ジャンプしてこうです、前ジャンプしてこうやってスクリュー。おー、シンプルにね、こう相手がタッチガードで、あ、もうこれタッチガードされるようになってきたなって思ったら、うそう、相手が固まるんですよ、これ。ジャンプ攻撃をし続けることによって。すいません、入れれなかった。そう、着地と同時にそれも、おー、それも、なるほど、これで、ちょっと知識の話になるんですけど、お願いします。
スクリューにもその弱中強と、はい、ありますね、そのOD版ってのがあって、はい、弱がすごい投げ前広いんですよ。うん、ね、ちょっとそのままそのままにいてもらって、あ、わかりました、来てます。ここって、うん、ここって台のスクリュー届かないんですよ。届かないですね。でも弱のスクリュー届くんですよ。あ、私反対だと思ってました。台の方が広いなと思ってました。そう、弱ダメージは少ないんだけど広いってことですね。前が一番広いのが弱なんですよ。うんうんうん。で弱スクリューが、こいつのメインになります。はい。なんで基本的には弱で出すのがに慣れとくのがいいかなって。今見てると多分中で出してたと思うんで。そうですね、結構中で出してます。そう、じゃあちょっと対空もやってもらってもいいですか、ね、練習しても。対空、あ、あ、俺こっちがジャンプしていいですか。はい、来てください。いつ飛ぼうかな。いつですか。もう飛ぼうかな。お願いしますわよ。波動拳はでもね、こうやってうわあ、インパクト打ってきた。あ、でもそれ折り混ぜていただけるかも。結構バレないと思ったら今。あうわー、通してるな、これジャンプ。サラメさん好きな果物なんですか。いちごですわね。いちご、はい。古速古速ですわ、イタザル様。リングが古速ですわよ。好きな和食って何ですか。好きな和食は肉じゃがですわ。肉じゃが美味しいですわよね。でもお嬢様としてやっぱり懐石料理とかもね、どんどん、あーやー、ね、理解していきたいですわね。あー、悔しい。ペイントペイントですわ。あー、NP 趣味 CP みたいな動きやめてくださいまし。ちょっと波動拳混ぜてもらってもよろしいですか。波動拳も混ぜますよ。はい。あー、できない。これが出ちゃうのはこれはミス。はい。でも これね、波動拳はガードっすね。ガードしたい。ジャンプ攻撃待ってるっていう状態なんで、波動拳はガードしてしゃがみガードするといいですね。しゃがみガードすると動かない、後ろに下がらなくて済むんですよ。うわ、これ革命。そうこれ少しでも歩いてしゃがみガード、歩いてしゃがみガードジャンプしてくる。あー、惜しい。惜しい。お願いします。歩いてしゃがみガード。おらー、戻った。これ大急に速い球も飛んでくる。いやですね、それ。でもやってきそう、たくさん。わー、バッチリ。おっしゃー、これは素晴らしい。じゃあ参戦しておりますか、これで。はい、最後じゃあお願いします。わ、でも最後もバンバン来ていただいて大丈夫。教えていただいて、教えてないこともしてください。別の動きも。はい。あ、出た。別の動きも。いや、いやー、あー、届かなかった。おいっしょ。そして気づいていますわよ。わ、これが今通る。いやー、惜しい。悔しい。今間違えましたわ。よし、あ、何、あー、押せなかった。いやー、うわー、うわ、出たー。うわ、それ決めれたことないです、私ほぼ。A1 なかなか入らないですよね。やだ、もう、わあ、さすがでございます。こんな感じです。いやー、すごい。この今教えてくれたことを、俺ね、情報量絶対増やさない方がいいと思ってるんで。ありがとうございます。もう話したいんですよ、本当は。話したいんだけど、我慢してくれてますのよね。すごく我慢してくださってありがとうございます。だからこれをまずは、美味しいとこ取っとこうかなと思って。飲み込みます、頑張って。うん。